北欧各国はモデルナ製の若者への接種を停止した。まれに心血管系の副反応が発生するとの報告を受けて決定した。代わりにファイザー製を使用する。根拠となる北欧の研究は EMA 欧州医薬品庁に送付された。最終報告は1ヶ月以内に行われる。スウェーデン公衆衛生機関は10月6日、30歳未満、1991年以降生まれへの接種を停止した。根拠データによれば、接種を受けた若者に心筋炎と心膜炎が増えた。心臓及びその内部の炎症を含む。モデルナ製2回目接種後に発症する。とはいえ、発症は稀であり、大抵は症状も軽く、通常の治療と休息の後、短時間で回復する。そもそも感染者の心筋炎発症率が高いので、接種自体は有効だとしている。参照、アメリカの研究によると、20歳未満の男性の湖北病毒感染後の心筋炎発症率は、未接種の場合は最大6倍と高い。デンマークは10月6日、予防原則に従い、18歳未満のモデルナ製の接種を停止すると発表した。12から17歳の子供に対しては、主にファイザー製を接種する。デンマーク国家保健委員会は、予備データによれば、モデルナ製接種時に心臓の炎症の発症率が高まる可能性があると述べた。デンマーク国家保健委員会は、心臓の炎症は稀な副反応であり、症状は大抵軽く、自然に消滅する。としたが、念のために停止を決定した。ノルウェーはすでに18歳未満にはファイザー製を推奨している。ノルウェー公衆衛生研究所の感染管理責任者、ゲール・ブックホルムは、18歳未満より広く、30歳未満の男性の接種で、ファイザー製の選択を検討する必要があると述べた。フィンランドは10月7日、モデルナ製の30歳未満への接種を停止した。アイスランドは10月8日、他の北欧各国に続き、モデルナ製の接種を停止した。保健局のウェブサイトによれば、この地域ではファイザー製の供給は十分ある。疫学主任は、モデルナ製接種後の心筋炎及び心膜炎の発症率がファイザー製よりも高いことを理由に、アイスランドではモデルナ製を使用しないと決定した。アイスランドは過去2ヶ月、1、アメリカのジョンソン&ジョンソンの医薬部門ヤンセン製の1回接種型ワクチンの接種者、2、他のワクチン2回接種済みの高齢者及び免疫不全者を対象に、主にモデルナ製を追加接種していた。アイスランドではすでに12歳以上の88%が接種を完了しており、今回の措置による影響はほとんどない。モデルナ製もファイザー製も mRNA 技術に基づいている。だが、1回接種あたりのワクチンの量は、ファイザー製30マイクログラム、モデルナ製100マイクログラムで、モデルナ製が多い。アメリカのワクチン安全性モニタリングデータベースは2つある。そのうちの1つは、モデルナ製接種後の若者の心筋炎発症率が高いことを示している。
アメリカではモデルナ製の18歳未満への接種は承認されていない。カナダの保健当局は、稀な心臓の炎症の発症率はファイザー製よりもモデルナ製が高いことはデータが示していると述べた。EMA、欧州医薬品庁は、1、5月にファイザー製を承認し、2、7月に12歳以上に限ってモデルナ製を承認した。EMA の安全委員会は7月、ファイザー製もモデルナ製と同様、2回目接種後、非常に稀であるが、炎症性心臓病が発症するとしている。アメリカと EU の規制当局、WHO は、モデルナ製、ファイザー製とも危険性よりも利点が上回るとしている。